葉には、巨子があり、白い下向きの花を咲かせるのは10から12月初旬。カメリアシネンシス茶の木は、椿か椿族の常緑樹である。加工した葉から湯、水で抽出した茶が意用をされる。茶の木やあるいは茶樹とも記され、単に茶と呼ぶこともある。原産地は、インド、ベトナム、中国製南部とされるが、詳細は不明。茶畑での栽培のほか。 野生化した樹木を含め熱帯から団体のアジアに広く分布する。日本の野生ものは主に伊豆半島や九州地方などに自生する。また、公園などにも植えられる。世界的な視点で言えば、茶栽培の北限はジョージア、南限はニュージーランドとされている。短い期間なら霜にも耐えられるため、インド北東部のダージリン地方、 台湾や西論島中央の産地といった高所の栽培に向いている。アッサム種は熱帯あるいは亜熱帯原産であるため寒さに弱い。暑くても乾燥した気候には弱く、干ばつで枯れ込むこともある。中国種はアッサム種よりも寒さに強く、海抜2600メートルでも育成可能とされている。茶は酸性土壌を好む植物であり、 酸性化が進んでいる土壌への耐性が比較的強い。また、本来は幼児に区分されるが、日射量が少ない環境にさらされても生き延びることができるという多因性に優れた特性を持っている。中国の原産と言われ、漢名は茶。標準は明茶の木の語源は、中国大陸から茶がトライした時に、漢名の茶を音読みしたものと言われている。 上緑の低木、または、小高木で、高さは7メートル前後になると言われている。野生では10メートル、近い高木になるが、茶の生産のために栽培するときは、低木仕立てで、低く刈り込まれる。茶の木には大きく分けて2つの変種がある。基準変種の茶の木は、中国南部に自生する寒木である。丈夫な枝、短い茎、細長い葉を持ち、やぶや、 岩だらけの傾斜地などに自生し、0.9から5.5メートルに成長する。インドのアッサム地方に自生するアッサム茶は8から15メートルにも達する高木になる。大きな葉をつけるため茶葉の収量は多い。中国や日本の茶畑で栽培される基準変種は通常1メートル前後に刈り込まれるが、野生状態では2メートルに達する例もある。 幹は株立ちで、よく分子して、枝が混み合うが、古くなるとさらにその基部からも芽を出す。樹皮は、開白色で滑らかで、幹の内部は硬い。若い枝の樹皮は、褐色で一年枝では、緑色で毛が生えているが、古くなると灰色になる。葉は枝に誤生する。葉には、短い傭兵があり、葉身は、長さ5から7センチメートル。 長大炎上円状皮神経、先端は鈍いか、わずかに尖り、円には細かくて、背の低い巨手が並ぶ。端質は、薄い角質、ややバリバリと硬くなる。表面は、能力色で、やや円がある。その表面は独特で、葉脈に沿ってくぼむ一方、その間の面は上面に丸く盛り上がり、全体にはっきり波打つ。下記は晩秋で、白い五花弁の花が咲く。 香がは夏頃に見られ、丸くて、柄があり、ほぼ下向きにつく。花は、新枝の途中の傭兵基部から一つずつつき、短い柄でぶら下がるように下を向く。果敢は白く、計2から3センチメートル、多数の大しべがつき、椿の花に似るが、花弁が抱え込むように丸っこく開く。花期は、花の翌年9月頃に成熟し、果実は、 花と同じくらいの大きさに膨らむ。普通は2から3室を含み、それぞれに1個ずつの種子を含む。果実の形はこれらの種子の数だけ外側に膨らみを持っている。トウガは誤生する葉の付け根につき、白い毛がある。茶の木は、自家不和合成が強い植物であり、自家受粉の確率は数、数と低く、その種子の発芽率も10%程度であるため、 多色性の自家不潔実性植物とみなされている。奈良時代、聖武天皇の天平元年に、宮中に100人の僧侶を集めて、大般若行を抗議し、その二日目に行茶と称して、茶を賜ったと伝えられていることから、日本へはそれ以前に、大陸から渡来したと考えられている。引用される茶は、研究2年に、 英才が中国から持ち帰った種子の子孫にあたると言われている。日本で現在栽培されている栽培品種は、ヤブキタ系統が約9割を占めている。ヤブキタは1955年に選抜されて、静岡県登録品種になった栽培種である。鎌倉時代以降、喫茶の習慣や茶道が広まるとともに、各地に茶産地が形成された。 茶畑での露地栽培が主流であるが、福寿園は温室栽培により、新茶を通年で収穫することを目指す研究を進めている。日本では栽培される以外に、山林で見かけることも多い。古くから栽培されているため、一出している例が多く、山里の人家周辺では、自然林にも多少は入り込んでいる例がある。また、人家が見られないのに、 茶の木があった場合、かつてそこに茶を栽培する集落があった可能性がある。例えば、縄文時代晩期の埼玉県岩月市の新福寺、データン層遺跡や、縄文や酔い混合期の徳島県徳島市の徳島、上水地遺跡からは、茶の実の化石が発見されている。また、九州や四国に、在来の酸素が自生しているという報告があり、 山口県宇部市沖の山の子第3期、時代史新横行期の地層から、茶の葉の化石が発見され、宇部茶の木と命名されている。日本時世の在来系統を一般的に、日本酒という言い方をする説がある。現在、日本酒は分類学上、中国酒に含められているが、20世紀後半頃から、日本酒を固有酒として位置づける、日本茶時世論が提唱されている。 一方、日本の自生茶とも言われてきた山茶について、その実態を、商用樹林地域、焼畑地域、林業地域、稲作地域と外見した結果、歴史的にも植物学的にも、日本に自生茶樹は認められないという結論に至った、という日本自生の在来種説に否定的な研究がある。また、伊豆半島、九州の一部などから野生化の報告もあるが、 真の野生ではないとされ、イリストでは、木化植物とされている。茶の木は元来寒さに弱いが、日本国内では、喫茶の普及に伴い、北日本でも栽培されるようになった。北限の茶を歌う産地としては、奥、久慈茶、村上茶のほか、宮城県旧物ノ町の物ノ茶、気仙地方で栽培される、気仙茶がある。生産量は少ないものの、保存。 復活が試みられているさらに北の茶産地としては、檜山茶や黒い茶がある。北海道にもシャコタン半島の前玄寺境内に茶の木があり、これが植栽されている最北端とされる。また、茶専門店がニセコ地方で菜園作りを試みている。茶の木の葉は人間が口にする嗜好品として加工されている。茶の木の主に新芽にアルカロイド。 アミノ酸等が豊富に含まれており、飲用として利用されている。その多有効成分として、精油、ビタミン C、フラボノイドが含まれている。アミノ酸は、茶のコクや旨味、精油は、香り成分のもとになっている。シネカテキンスは、歯から水出しされた、有効成分で、米国で正規イボの治療に承認されている。また、種子から、椿と同様に、 カメリア油を絞るのにも使われる。茶の木の葉は、普通新葉の目先にから三枚ほどを摘み取って茶葉にし、緑茶や紅茶などの茶に加工して引用されている。放炉の除炭の上で乾燥したものが引き茶で、これを石の茶臼で引いて粉末にしたのが抹茶。蒸して、除炭状で手揉みして、成分を出やすくしたものが玉露である。新葉を採集して玉露に準じて仕上げたのが、 煎茶、西洋を採集して煎茶に準じて仕上げたのが番茶である。番茶は普通放じられて市販されるので放じ茶とも呼ばれている。茶葉を軽く発酵させたのがウーロン茶で完全に発酵させたのが紅茶である。煎茶は一戦目に滋養保険に役立つ成分が溶出し、二戦目から多く溶出する主成分は単人ンンである。ただし飲みすぎは 便秘や肩こりの原因にもなるとも言われている。薬用にする部位は、若葉と種子で、若葉は、茶葉、種子は、茶子と称子、春にとったものが良いと言われる。葉を摘んだら短時間で蒸して、発酵を止め、熱を通しながら、手で揉んでより、再加熱して加工する。葉は、頭痛、下痢、食べ過ぎ、喉の渇きに、また種子は、炭が出る咳に薬効があると言われる。 茶葉に含まれるアルカロイドは、発汗、興奮、利尿作用があり、茶タンニンは、下痢止めの作用があるとされ、適量飲めば自用保険に役立つと言われている。民間療法で、茶を、風邪の予防に、うがい薬として利用する方法が知られる。種子は、乾燥して粉末にして、1日2回、1回量 0.5g を服用する、方法が知られている。緑茶やウーロン茶。 紅茶などの茶は熱を冷ます薬草でもあるので冷え症や胃腸が冷えやすい人はあまり多く服用しない方が良いと言われている。種苗法に基づいて登録されている日本の茶品種としては夏季のものが挙げられる。出典は客中を参照。など。茶の花は秋の終わりから冬の初め頃に咲くことから茶の花は日本においては初冬の季語とされている。 日本で茶畑を表す地図記号は茶の実を半分に切った状態を図案化したものである。茶の木の花言葉は純愛、追憶と言われている。竹籠に和縛りをしたもの。米倉孝治、梶田忠史。カメリアシネンシスカントズ。BG プランツワミョウ学名インデックス。2020年6月6日閲覧。米倉孝治、梶田忠史。 カメリアシネンシスカントズ F パルビフォリアシーリー BG プランツワミオ学名インデックス2020年6月6日閲覧ヨネクラコウジカジタタダシカメリアシネンシスカントズ F マクロフィラキータム BG プランツワミオ学名インデックス2020年6月6日閲覧ヨネクラコウジカジタタダシテアシネンシス L BG プランツは名学名インデックス。2020年6月6日閲覧。茶樹と、品種伊藤園、ABCDEFGHIJKLM 田中、清志2011、P58、片野大津郎、九州、野山の花、花トレッキング携帯図鑑、雨と大地と太陽の贈り物南方新社、2004年9月。i s b n 四から8 6 1 2 4 0二三九 A.B.C.D.E.F. 鈴木道夫、高橋と安野部直文2014、P.60、心と体に効くお茶の科学、小国伊太郎、夏目社、図解雑学シリーズ、2004年。ISBN4 から816337512。P.20、T.Pigs、ルイズ・チードル、ニック・キルビー、世界の茶文化図鑑。 伊藤春美役原書房2017年 ISBN978 から4から562054039ピアニッシモ90、90から94。ABCDEFG カイしたか千九1995、P45。ABCDEFGHIJKLMN、大田中千九1995、P150。ビクター H モア、アーリンホーお茶の歴史、た平美らみ役。 川で処方審者、2010年、30ページ。ISBN 978から4から309225326。30 ABCD 淵の上高原、淵の上広子、日本茶禅書、生産から賞味まで農産漁村文化協会1999年。ISBN 4から540982133ピアニッシモ、20から22。 48から50、新茶の初摘み、日本一早く福寿園、温室で栽培日本経済新聞ニュースサイト2018年3月12日閲覧、武田義行茶のサイエンス、育種から、栽培、加工、喫茶まで、筑波処房、2004年4月、ISBN4 から811902580。松下里山茶の研究日本茶の起源。 伝来を探る、愛知大学総合強度研究所研究総書、岩田書院、2002年、ISBN4 から872942442、佐竹義介ほ科編、日本の野生植物基本一平凡社、1989年、P140、米倉孝二、梶田正、BG プランツは名学名インデックス奥、 富士茶日本菜北限のお茶産地の情報サイト、茨城県大号町。北限の村上茶村上市観光協会北限の、物う茶宮城県観光連盟岩手県仙茶の茶摘み、陸前高田、朝日新聞2017年6月3日北限の、お茶日山茶を守り伝えるため山の斜面を茶畑にしたい、死体。上席、松並木が、お茶作りを引き立てます。 パナキータ2018年3月12日閲覧、黒い茶黒い観光協会2018年3月12日閲覧茶ガイド全国茶生産団体、連合会、全国茶主産府県農協連連絡協議会、お茶産地を作る。ルピシアだより北海道。株式会社ルピシア。2018年3月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2018年3月12日閲覧。カフェインお茶の成分と健康性お茶100伊藤園。2012年9月4日閲覧。カイツヨシタカ 1995P150 農林水産省登録品種一覧表。農研機構。2009年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月16日閲覧。 中間母本茶の花、初等。2015年12月8日閲覧地図希望。茶畑国土地理院。ありがとうございます。